ホセカルロス・エレー・ラバルガスは、メキシコ・モンテレー出身で短距離走が、専門の陸上競技選手。100メートルの10秒21、200メートルの20秒17、など、複数種目のメキシコ記録保持者。2016年リオデジャネイロオリンピック男子200メートルのセミファイナリストである。層高跳びの選手として、陸上競技選手のキャリアをスタート。シーズンベストは、 自己ベストとなる1メートル9 0スプリンターとしての素質があることをコーチが見抜き、総高飛びから短距離走に転向。転向1年目のベストは1 0 0ルが10秒85、2 0 0ルが21秒50。3月23日に、モンテレーで開催された大会の男子2 0 0ルにおいて、メキシコ人初の20秒3台となる20秒36をマークし、2004年に、 ジュアン・ペドロ・トレドが樹立したメキシコ記録を10年ぶりに塗り替えた。8月には2日のメモリアルラスチャート男子200メートルにおいて、自身の持つメキシコ記録を0秒01更新する20秒35をマークすると、同月29日のメキシコ選手権、男子100メートルでは、1997年にカルロス、 ビセニョールが樹立したメキシコ記録に並ぶ10秒21のメキシコ大記録をマークした。11月の中央アメリカカリブ海競技大会男子200メートル決勝では20秒63をマークし、ロベルトスカイヤーズ、ライネル・メナに次いで3位に入り、自身初となる主要国際大会のメダルを獲得した。3月29日にメキシコシティで開催された大会の男子200メートルにおいて、 自身の持つメキシコ記録を更新する20秒33をマーク。5月にオランダで車の事故に愛護死を負傷したため、7月のパンアメリカン競技大会と8月の北京世界選手権は欠場した。4月16日のマウントサックリレー男子200メートルにおいて20秒17のメキシコ記録を樹立。メキシコ人初となる20秒2台を飛び越え、 一気に20秒1台に突入した。二度目のオリンピック出場となった8月のリオデジャネイロオリンピック男子200メートルでは予選を20秒29の組一着で突破し、この種目では2004年アテネ大会のジュアンペドロ、トレード以来3大会ぶりにメキシコ勢のセミファイナリストとなったが、準決勝は20秒48とタイムを落として敗退した。記録欄のうちの数字は、 風速で、プラスは追い風を意味する。ありがとうございます。